目が離せません。本日のゲームはイーストボールスタジアムで行われます。この時間はナコーンパトブユナイテッド対日本、こちらの一戦をお楽しみいただきます。天候ですが今夜の天気は晴れの模様。いいコンディションの中今日のマッチを迎えるマラドーナ、シュートストップ見せてくれました。よく止めましたよね。これは素晴らしい反応でしたね。マラドーナこの試合最初のシュートを打ちました。さあシュートレンジだ。今日はグティがいますが彼も楽しみな選手ですよね。あの左足のパスで多くのファンを魅了しましたよね。シュート川口、これはよく止めました。キーパーファインセーブでしたね。よく止めましたよね。日本なんとか今のシーンしのぎましたね。そうですね、今のカウンターを食らいましたけども、攻めてる時こそ相手はカウンターの準備をしていると思った方がいいですよね。まあ、そういう意味では嫌な時間帯や局面でボールを失わないことが大切ですよね。岩渕、大きく前線へ。スピードアップしたいですよ。ここは日本ここクリアで難を逃れます。ナコーンパトムユナイテッドコーナーキック2本目。ここは繋がりません。これは合いません。マラドーナ、さあ繋がるか。シュート、川口が勝る。いやいい反応でしたね北澤さん。あの位置からのシュートでしたけどもね、素晴らしいですね。日本今のカウンターは危なかったですよね。こんなチームが相手の時は攻めている時こそ危険なエリアをケアすることが必要ですよね。ただ攻撃をやりきってしまうクオリティはさらに求められるでしょうね。裏へ届くか。古橋から三笘、スペースを使う。これはつながりません。酒井から大きく縦へスルーパスを出す。タイミング合いませんでしたね。さあカウンタースピードを上げたいところ。伊藤、さあ左サイドへ。ここからカウンター早いでしょ。このボールはつながりません。富安から右サイド、鎌田、さあここでカウンター。メッシ、スペースに出す。オフサイドです。日本は前半未だシュートがありません。マラドーナ、カウンターですよ。森田、裏のスペースを狙う。富安、ビエラ、さあカウンターを仕掛けます。古橋、ここは抜かせません。グーティからムバッペ、さあマラドーナ、さあ一気にカウンター。ナコーンパトムユナイテッドとしては中盤はほとんどスペースを与えないという意図が見えますよね。ボールアプローチに気持ちが入ってますからね。日本カウンターを仕掛けていきます。ビエラ奪いに行きます。グーティからネイマール、ムバッペ、グーティしたぞ。ネイマールに渡る。いいディフェンス。いいぞ、ポジション切り替え。裏を狙っていきます。富安、このボールをカットします。ビエラ、鎌田へ。
ボールのとこのパス。ネイマール。さあカウンターのチャンスになります。ここにメッシ、このボールに触ります。おっとこれはカウンター行きますね。スルーパス、ここはボールを下げる。さあ来たか、鎌田からのパスはディフェンスが対応。グティ組み立てながら攻め上がっていく。ナコーン・ハトムユナイテッド、カウンターを仕掛けます。シュートもあります。ディフェンスこれを読んでいた。さあ右へ預けて、古橋右サイドへ振って、ここからカウンター早いでしょ。岩渕、 There will be one minute at a time. 岩渕、さあカウンターを仕掛けます。さあつながるか、ここはカットします。ここでレフリー笛を吹きました。前半が終了します。まだスコアレスです。さあ北澤さん、前半ご覧になってどう思われました？日本としてはまだシュート1本も打ってないんですよね。シュートコースの当て方、スペースの作り方なんかにもう少し工夫が必要かもしれませんね。ナコーン・パトムユナイテッド対日本、得点は動かないまま後半を迎えます。では後半見ていきましょう。まあ非常に快挙なゲームになってますけども、後半立ち上がり非常に大事ですよね。そうですね。グーティーからネイマール、カウンターですよ。ネイマールかわした、シュート、メッシまでゴール前に人が集まってしまうとショートコースがなくなってしまいますよね。ここからですね、空いてますからね、縦行きたいところですよね。グティスルーパスを出す、ダッシュ、スルーパスからのチャンスでしたがこれは決まりませんでした。ディフェンスラインの背後ですよね、チャンスありますよね。日本今のは攻守が一転して逆に危なかったですね。いい攻撃をしていても相手チームは奪ってからのシュートまでの速さを持ってますからね。常にリスクマネジメントを頭に入れといた方がいいですよね。三笘マッチアップのシーン、さあ日本ボールです。両チーム同じタイミングで動いてきます。ロナウジーニョ、このボールはレオンへ、さあサビオラ、川口、ここでも横飛び余儀なくされます。先ほども見事なセーブ見せてくれましたけども、今も素晴らしいセービングでしたよね。危ない場面でしたがキーパーが立ちはだかります。ナコーン・パトムユナイテッド4本目のコーナー、日本はまだありません。シュート、いやポスト左をかすめていきました。素晴らしいシュートだったんですけどもね、枠に入れたかったですよね。ビエラ、チームのキャプテンです。奪います、フリット、レオンからネドベド、いやこれはカウンターのチャンスですね。裏へ届くか、
いいですよ、腰の切り替え。今のカウンター、数的にも不利な状況でなかなか勇気のいる守備だったのではないでしょうか。ピンチのシーンでしたけどもね、ノーファールで止められたのは大きいですね。ここは抜かせません。さあカウンターだ。スペースを使う。伊藤から乾、抜けてくる。サイドを走る。ここでマッチアップ。乾から伊藤。ゲームは終盤、もしこの状況のスコアが動くことがあれば決定的なものと言えるでしょう。さあ打てるか。一旦前を取る。ネドベドからサビオラ。ここは守備の対応、やや危ないようにも見えましたがレフリー取りません。伊藤、ここでファールがありました。ここは繋がりません。レオンからロナウジーニョと呼んでいった。旗手カットに行きます。日本としてはちょっと中盤で苦戦しているように見えますよね。スペースに出す。さあどうだ。ナコンファトムユナイテッドとしてはチャンス作ったんですけどもね、流れは来てますから得点につなげたいですよね。ビエラへ。さあチャンス。フラグは上がっていません。ナコンファトムユナイテッドとしてはいい攻撃でしたけどもね、まあ、まだ時間ありますからね、この流れを続けたいですよね。スルーパス。カウンターでしょ。裏を狙っていきます。抜けてくる。シュート。アディトボール。フィニッシュまで持っていきましたがシュートは枠を外れていきました。1回の攻撃では進まない中でうまくボールを拾えているのかなと思いますよね。ユカエルなんです。フリットへ。スペースを狙った。うお、サビオラ来た。先制。この時間でファーストゴールが決まりました。やった、決まりましたね。サビオラ、フェイントを入れてシュートゴールでした。これぞというプレーを見せてくれましたよね。ディフェンダーをかわしてからシュートを打って、いや見事なゴールでしたよね。先制ゴールを決めました。1対0。ナコンファトムユナイテッドとしてはこの時間帯で大きなゴールでしたよね、はい、残り時間少ない中で精神的な余裕が出ますよね。旗手、ここは対応します。日本としては残り時間を考えるとリスクを負ってでも前に行きたいですよね。ネドベドからサビオラ。スペースを使う。サーロナジーニョ、ここは競り勝ちます。スピード上がってきますよ。固いディフェンス。アディショナルタイムに入っている。ここで笛です。1対0。日本1点を争う展開になりましたが惜しくも一歩及ばず。